どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は、はい、ゲストでハニーさんがいてくださってるんですけど、はい、今日はちょっと特別企画で、今日はね実はこのガズメロなんです。ガズメロをやろうと思うんですけれども、そういえばハニーさん今日いるなと思って今日海の日じゃないですか。そうだ、ね、海の日でなんかちょっと普段と変わったこと やってみたいなと思っていたところに、うん、そうだ、あのガズメロをいつも伴奏を僕が自分でしてるでしょ、うん、でこっちにちっちゃい窓があるじゃないですか、うん、それ一緒に伴奏してもらおうかなと思って。なるほど、はい、で今日取り上げる曲は、うん、せーの、ふるさと、童謡ふるさとです。これいいですよ、ね、でせっかくハニーもいることだし、うん、夫婦でセッションとガズメロのこう合わせ技で、うん、だから1番はガズメロでメロディー、ウクレレでメロディー弾いて、まあ、次は、ふるさとの1番の歌を歌って、で次もう1回メロディーをやって終わっていこうというちょっとねスペシャルアレンジで、海の日スペシャルです。なんといったって愛する私のハニーさんはね、静岡県生まれだという。そうだね。でも記憶ないんでしょ。記憶はあるけ ど、うん、ちっちゃかったね。そうだから海の日だからさ、うん、ふさわしいなと。僕長野県人なんでね、海ないんですよ長野県って。そうだね。だからまあ無理くりこう引っ張り出して、はい、海の日特集ということで、ふるさとを思い出してということで、はいはい、でこのガズメロなんですけど、ご存じない方のために言っておくと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレで弾くというか歌わせるというか、このメロディーをね奏でていこうという、そういうねプログラムになってます。でこのタブフというこの楽譜を見ながら進めていきます。これ読み方わかんない方概要欄に貼っておくんですけど、この一番上の線が1弦2弦3弦4弦です。でこの数字はフレットの数になってます。でこれ最初なんですけど、まず最初2弦の8フレットから8、8、8、10、1弦の7、また2弦の10、こうやってこんな感じでこのタブフを見ながら、演奏していくということで、メロディーが弾けるというね面白いパズルみたいなタブフっていうのがあるんですよ。ちょっと苦手なんだよね小泉さんは。そうそうちょっと前にやったクリスマスのジングルベルとかでね悶絶してやってますけど、でもあれもパズルみたいにハマると面白いの。そうだね。まあぜひ取り組んでみてください。で今日はねスペシャルバージョンで途中で2人で弾き語りでハモるっていうのも入れていくんで、はい、それ も面白がってもらいたいんですけど、はい、このふるさとなんですけど、もちろんこのレッスン動画これね見てくださいよ。これはもう日本人であればもう歌ってください。入門コード4つですから。もちろん伴奏もこれを、このコード進行を、まあ、用いてやっていくということで、これ概要欄に貼っとくんでね、ふるさともう思い浮かべてさやっていきましょう皆さん。はい。でですね、まず最初に、ガズによるデモ演奏をやって、で、まあ、ガズがどんな風に指使い、どんな手でどんな指で弾いてるかっていうのを、まあ、確認してもらってタブフ出しておきますからね。でその後ガズがちょっとワンポイントレッスンをして、皆さんの本番がやってきます。マイナスワンといってガズと小添さんが伴奏をしますから、うん、皆さんそれに合わせてタブフを画面上に映しておくので、皆さんの本番としてそのご活用いただければというふうに思います。だから、はい、そのマイナスワンはまあ歌のないバージョンで、1番2番という感じで終わっていこうかなというそんな予定になっております。はい、デモ演奏の方ではちょっとせっかくですけどね、歌も歌おうかなというふうに思ってますけれどです。はい、そんな感じで今日進めていこうと思うんですけど、この動画もしかして初めて見ている方いるかもしれません。ウクレレめちゃくちゃ楽しいです。本当はこのガズレレ YouTube チャンネルっていうのは誰でも簡単にすぐ音楽できるよという弾き語りがねメインのチャンネルなんですよ。なんでまず弾き語りがいいと思うんですけど、はい、興味あるなと思った方は概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方の URL リンク貼ってあるんで、そこから始めてみてください。それではもう早速ですけれども、はい、デモ演奏ゆっくりと、これはねゆっくりがいいの。そうだよ、ね、知らぬうちに早くなっちゃう。そうなんだよ。それだけちょっと注意しないとですね、はい、はい。じゃあ小泉さんのね、はい、ハニーさんのお力を借りましてですね、はい、じゃあガズメロバージョンでふるさと、童謡ふるさとやってみる。ワン、ツー、スリー、せーの、はい。
せーの。いいですね。やっぱこのリアルタイムガズメロいいな。いい。今度あの伴奏またお願いします。なんかちょっと新鮮ですね。そうだね。はいはい、うん、今もうこううち亀飼ってるんだけどさ、もう俺たちの演奏があまりに素晴らしいもんだから、もう亀がもうねごとごと言ってた。そう。うちもしかして音入ってるかもしれない。そうだね。まあいいや、それもね、はい、あの生々しい感じ。そういうことだ。ってことで今のガズメロ、うん、いいでしょ。これあの小手さんもこれいいかもしれない。これ結構ゆっくりだったらあの簡単です。うん、12フレットが出てくる。で、あの今日はね、あの普通のみんなが持ってる普通のウクレレで演奏できます。あの4弦が登場しないんですね。なんで、とにかく今すぐね、どんな方もチャレンジできるようになってます。まずはこのタブ譜を見て、まあ覚えていくしかないんですよね。この覚えるその途中が一番面白いとかいつも言ってるんだけどね。はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。で、今みたいにいつもね、これガズメロやってるって俺言ってんだけどさ、このメロディー弾きをして、こうやってハモったりして歌って、またメロディー弾きをしてとか、そういうアンサンブルのすごくいいよっていつも言ってて、実際初めてやるんだよね。だからよかったのは、なんでやんなかったの、そういえばいるのにね。なんか一人でやることに別にこだわってたわけじゃないんだけど、まあでも伴奏がすげえ難しいっていうのもあるからさ、そうだよだからこういう曲だったらね、うん、またちょっとゲストにハニーさんにも登場していただけてね、はい、やっぱどうせさ、例えばご夫婦とかご家族で、うん、家にいられる方はさ、うん、こういうのもいいよ、弾き語りだけじゃなくて一、ね、人がコード弾いて一人がこうメロディー弾くとか、そうだね、はい、うん、そんな感じで進めていきたいと思うんですけど、はい、ね、今ここに映ってたタブ譜なんですけど、うん、これガズクラブでダウンロードできるようにしときます、うん、このね、楽譜これね、もうちょっとしたらこうカメラにどうと映そうと思うんだけども、うん、まずガズクラブに入っていただくとこれゲットできるようにしておくというご案内の前に、うん、この本が出ます。黄緑色の本、ソングブック6で、これと同時にガズレレ本、ここに並んでるガズレレ本が20万部突破記念キャンペーンっていうのが行われます。で、このキャンペーンの時にこの黄緑色の本を買ってもらった方がいいんですよ。なぜならキャンペーンの時に指定のお店でガズレレ本を買ってくださった方はおまけでですね、ノートブック、ミニノートと、ガズの初めてウクレレ3入り3名に当たるというね、初めてウクレレ抽選ですけど、ガズレレノートは誰でももらえるんですよ。なんでぜひその時の期間に買ってくれた方がまあいいかなと思って、アマゾンの予約、をするよりもその方がいいかなという。その本屋さんでね。本屋さんとかね、CD 屋さんとか、楽器屋さんとか、キャンペーンをね。で、あともう一つお願いは、そのキャンペーンに参加してくださるお店を増やしたいから、皆さんの行きつけの楽器店さん、書店さんなどに、ガズレレフェアやらないんですか、やってくださいってお願いしに行ってくださいというね。はい、お願いします。あとね、インストアライブイベントをちょっと全国数箇所、ちょっとですけど、行く予定になってるんですよ。で、そしたらそこの会場で買ってくれるのが、その参加条件になってますんで、うん、どっちにしてもね、アマゾンの予約をちょっと待ってもらった方がいいかもなということなんですけど、でもアマゾンの予約ももうスタートしてます、よろしくお願いしますと、はい、はい、じゃあちょっと楽譜を、見て いこうかなと。あ、そうだ、今あれだ、弾き語りの楽譜を見せちゃった。こっちにタブ譜を書いてある楽譜があるんですね。じゃあこれを今から写しに行きます。よいしょよいしょ、乗り越えて、はい、これが今映ってた楽譜なんですね。これ、簡単なんで書けると思うんで、まあ、ささっと書いてもいいし、今も言ったようにガズクラブでね、ゲットしてくださってもいいと思います。あ、ガズクラブっていうのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今取り上げてるこの、ガズメロのこれタブ譜、今日これだけですよ。この4行だけなの。すごいでしょ？これとこれだけ。はい。これ一時停止で書いてもらいたいんですけど、はい、とにかくガズクラブ楽しいクラブ活動なんです。はい、こんな写してる楽譜、このタブ譜を含むガズレレで取り上げてる弾き語りのいろんなこのガズレレノート、こういうね、他にもいろいろあるんですけど、もう1000曲以上軽くありますからね。その手書きノート毎月5曲ダウンロードできたりとか、大セッション大会があったり、みんなの演奏がアップロードできる場所があったりとかする楽しいクラブ活動で、それとあとちょっと別なんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってて、こっちは YouTube メンバーシッププログラムで、ハニーさんもいつもね、生徒役でいつも参加してくれてるんですけど、毎週2回のライブ配信、これがめちゃくちゃ濃厚です、うん、で大学だからちょっと難しいです。16ビートとかカッティングとか練習してる人はガズレレ大学めっちゃ楽しいから入ってきてください。課題曲を設定したりして、ライブチャットなんで質問し放題ですからね。毎月590円なんで1ヶ月試しに入ってみれば分かる。大体ぜひその辺のこともよろしくと、はい、あとは毎朝7時半からラジオ配信、ガズラジやってます。スタンド FM で誰でも聞けるんで聞いてください。この辺のこと概要欄に貼っとくんでよろしくですということで、まあ、ちょっと今日のね、このね、ワンポイントレッスン、うん、ちょっとハニーさんももしかしたらこれ挑戦するから、まあ、聞いといてほしいんですけど、はい、最初は楽なんですよ。ねねね、でも12フレットがちょっと出てくるから、うん、ねね、ここにね、パッとこう行くのがね、ちょっと、だいたいこの辺のエリアがメインです。
今日はだから7フレットから10フレットの間でだいたいあのメロディーが終わってですね、弦はまたぐけど、で一番高い音が1弦の12フレットが出てくるんですよ。その時だけこっちにスッといく感じで、普段はここに指の設定をしとくといいです。はい、そしてこれでやっといてピッと出る、これがまあポイントなんですけど、今日唯一でも今日はね3弦から1弦にまたぐとかねないんだ。だから結構やりやすいと思います。初心者様ガズメロデビューにはこれ結構いいかもしれない。しかも何がいいかというとメロディーをみんな覚えてる。確かにこういうメロディーをみんなが知ってる方がやっぱあの音の流れがつかみやすいっていうのがありますからですね。はい、まあ何回もやるしかないんですけど、ただこれはさ、同じメロディーがこう繰り返されるんで、普通のねあの曲だったら A メロ覚えて、うん、B メロ覚えて、C メロ覚えて、サビ覚えて、しかもブリッジパート覚えてて4パターンとか覚えなきゃいけないんで、これも一つのパターン繰り返すだけだから、こういうのがねまずねあのおすすめですよ。でやっぱ感情を込める、で最初はまずは普通に弾いてください。こうです。でゆっくりこのメロディーをしっかり覚える、これ覚えるのが感じで、ここの景色で覚えるんですよ。こうやってあのタブ譜を見ながらそのまま読もうと思っても無駄なんです。タブ譜を覚えちゃってなんかなんかこの戻って1弦に下がった、また2弦に戻ってきた、また1弦みたいな感じで、ここでドラマをあのストーリーを作っていくと思うんで、12フレットわきたーみたいな、こんな感じで、はい、のはあるんですけど、ただこれね、弦がまたがないんだけど、ちょっと1箇所、1弦の12フレットから1弦の7フレットっていうのは、こっからここまでちょっとは流れで。あの飛ぶのがあるんですよ。ここちょっと距離があるからね、ここちょっとやってみると、うさぎおいしがの山、次です、こぶな、このあとつりし、だからガズはこぶなって1弦の12フレットを薬指でやって、1弦は7フレットを人差し指でこういうふうに飛べば、そんなバタバタしなくていいぞと。だから指のね、どの指を使うか、次の先を読んで指を使うのがいいかもしれない。こうだからこぶなつりし、こんな感じの指使いをするといいかなというふうに、先をちょっと読んで、これがまたパズルゲームみたいなもんで、なかなか楽しいという、こういうのが分かってくるとまたねこのメロディー弾きもすごく楽しいんですよ。なんでまあそれをちょっと、練習してもらって、皆さん本番ですね。でこれからマイナスワンといって、僕らが皆さん の今のメロディーをね、あタブ譜のメロディーを弾く伴奏をしようと思うんですけど、あのこっちのマイナスワンは歌をなく、僕ら二人で皆さんのリッチにあの伴奏後ろからバックアップしますんで、あの合わせてやってみてください、はい、オンラインといえどもいつも言ってるんだけどさ、セッションですから ね僕らのこのグルーブにこう一緒にこう混ざって、うん、体の動きとかこの呼吸を合わせてです、はい、やっていこうじゃありませんか、はい、それじゃあ、ガズメロマイナスワン、皆さんゆったりやってくださいね。もうめちゃくちゃゆっくりやるから、これはあのゆったり感が大事になります。あと忘れちゃいけない、ふるさとを思い浮かべてこれを歌うね、いいですね。さあそれではですね、やってまいりました、はい、いきますよ、いいですか、一回深呼吸して、ワン、ツー、スリー、せーの、はい、thank you.
せーの、チクチク。いかがだったでしょうか。いいね、なんか歌なしでやるとすごい感情が起こるね、うん、しかも3つ弾きでしょ。そう、3つ弾きどうだった。こういいよ、ね、なんか落ち着く、落ち着く、うん、落ち着くのもいいですね、うん、あの伴奏を僕らと合わせるのもいいかもしれない、うん、何やってるの。まあまあ今のご活用いただいてね、多分も出してあったんですね、はい、まああのこの曲とかいいですよやっぱり。であのさっきも言ったように僕らみたいにね、一人がコード弾いて一人がメロディー弾いて一緒に歌うっていうパターンもね、うん、アンサンブルとして楽しんでいただくのもいいし、もしお一人様だったら今の僕らのこの伴奏のところだけを切り取ってそこでどんどんね、うん、あの練習してお披露目していただくのもいいと思いますから、うん、ちょっと活用していただいて、この弾き語りだけではないこのウクレレの魅力、うん、はい、今日はこの普通のウクレレですからね、いつもねエレキウクレレ使ってますけど、そうだね、うん、こういう中のアコースティックの響きもねいいですよね、うん、まだそんなのも楽しんでいただければなというふうに思います。そしてこのガズメロかなりですね、もういろんな曲取り上げてるんですよ、うん、はい、他の曲のソングリスト、概要欄に貼っておくんで、あのこのタブ譜で弾く世界中の名曲たち、あの楽しんでください、うん、はい、いい曲いっぱいありますからね。ということで今日はちょっと特別編でしたけどですね、はい、ハニーさんもゲストに迎えまして、はい、ガズメロと夫婦でセッションちょっとこう混ざった感じのハイブリッド海の日特別配信お届けしようしましたということでございます、はい、はい、そんな感じであっちからこっちからいろんな形で楽しく音楽していきましょう。よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。